いどうもリルレのお時間やってまいりました。マー君です。でけでけでけん、怖いのもらっちゃったの今日は。でれん、ここにお題が書いてあるそうなんですね。でそのお題をクリアしましょうという新企画になりまーす。さっ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 ということでですね、指令の方が書いてますね。指令、夏イカ 500g 以上を釣り上げろ。 500g 以上ですね。なるほど、500ね。どうしよう、釣れる？まあ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 、夏なんでこう時間帯と潮と見てバシッと当てていきたいと思います。誰か助けて、行ってきまーす。レディング日誌。はい、皆さんおはようございます。今は4時15分ぐらいか。台風後の一発目になります。昨日台風だったんですよ。指令の方をですねやっていきますよ。 500g 以上を釣り上げろということですね。次に回せないんで僕は釣らないとということでやっていきたいと思います。ただね、潮がね、流しを下げからの上げか。違う、え、そうよね、ん、違う、ん。2023年8月11日、流しを5時40分日の出、現在4時30分、朝間詰めのタイミングにベイト捕食のイカを狙ってのエディング兆候。このなんかうねりの中入ってくるかっちゅうところもあるよな。わかります？こうグニャングニャンしてこう波の荒いとこ入ってこないでしょ、わざわざ。私もそうだもん。うん、ビアイスやな、ここはさ。よいしょ、ダートマスター行きまーす。よいしょ、よっしゃー。ということでね、マー君的初心者当たりの取り方講座、パチ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 ということでですね、解説しましょう。この当たりの取り方、まあ、今もやってるんですけど、投げて今着底してしゃくりますよね、こうやって。でこの時に、はい、左手何もしてないんで、これ糸をこうやってエギの重りを中指で感じる。エギが引っ張られ、潮に引っ張られてるのか引っ張られてないのか、こう潮との綱引きをするわけですね。もちろんシビアですよ。こうその時にこの玉に違和感がこうあるんです。この糸に、このラインに、このラインにうんみたいな、あら、なんか当たったみたいな、わかるんですよ。それを意識しながらこの指でやってると当たりはわかりやすいと思います。この着底したのも上がります。トンってあの下にこうついたのも上がりますよ。エギの重りを感じると、重さがなくなったら着底したってことですから、お分かりいただけましたでしょうか。さっきより潮引いてきたのかな、ピーって言ってんじゃないの。さあ、来ましたよ。来ると思いましたから、潮が効いてましたから。500あるかな、あれがいいけどな。おーおー、まあ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 、あるかないな、あるかもしれない。500ない、あ、ないな。はい、皆さんどうでしょうか。これです。500ある人、あるかもしれん。ちょっと測りたい。計測は後でね。今地合いなのでちょっと釣りたいと思います。入ってきております、イカが。2023年8月11日長潮5時40分日の出、現在6時、日の出のタイミングにエギカラーを変えてイカを狙う。さあ、おいおい、暴れるね。おい、
デレレンデレレデレレ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 。あー、危ない。ウェイ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 、よいしょ、よいしょ、よいこんちきしょ。やっぱり濁り塩のマスターの方、濁り塩のマスターの方でやっぱり明るさで調整。はい、さあ2杯目いきました。ありがとうございます。はい、00でございます。ロペサービス、もうロペサービス、よいしょ。レディング日誌。はい、どうも。あ、すごいチャックが開いてた。お疲れ様です。釣れた、釣れましたよ皆さん。嬉しい、楽しいということでですね、ちゃんと頑張って考え、頭を使って釣りをすれば 500g も難しくないということが今回実証できたのではないかと思います。時間と潮を見ていく、これに限ります、皆さん。ということでですね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。で、最近コメント少なくないですか。ちょっとマーク寂しいだー、寂しい。何でもいいから、何かください。僕たちのやる気、励みになります。それでは、さよなら。